大崎は、江戸幕府第十一代将軍、徳川家成月の大奥お年寄り。大崎というのは、大奥での通称であり、出自などは不明。徳川家成の乳母であるという説もあるが、徳川諸景府によれば、大崎は、元は、一橋家の奥向きで仕えており、家成出生時のご誕生ご用係を務めたとある。長じて、江戸城西の丸へ移動しており、 安永7年前後の文言帳の記録によると、この頃は五脚会釈を務めていたという。天明元年、家なりの将軍制使用率が公表される直前に、本丸大奥のお年寄りに昇進した。同7年、十大将軍、徳川家春後、田沼沖継ぐから松平定信に老中が移り変わったことに大きく影響されていると言われている。定信とは親しく、 表は、松平、定信、奥は、大崎と莫大な権力を誇る。しかし、定信の老中就任後、彼と初めて会った際に、ご同役であるから、奥向きのことはご相談申して、と発言したことから、同役とは何だ。大奥に老中があるのか、と定信を激怒させた。以後両者は対立し、定信が大奥に、改革のメスを入れようとすると、早々に、 大奥から退いた。その後どうなったかは分かっていない。上記のような経緯から、家なり時代の大奥を代表する、お年寄りとして取り上げられることが多いが、天明七年の、文元帳の記録では、大崎は、序列7位のお年寄りであり、その後も高岳、滝川、野村には及ばず一度も筆頭にはなっていない。山下正也、江戸の悪党、竹内誠。 徳川、大奥辞典、P213 具近い、大奥の老女の性格、政治的な活動を中心として、ハットエイビー・ウラヤヨイ、大奥ヨロゼソウシ P60、竹内誠、徳川、大奥辞典 P86P89。ありがとうございます。